この鉢で5本花が上がるってすごい綺麗でしょ。他にはないです。めっちゃ綺麗です。はい、これ分かるかな。ちょっと花大きめなのよ。こんな感じ、すごいですね。八重が継続できるカリブラ、なかなか意外とこう買うとき春じゃないですか、はいはい、花が小さくならない、高温に強いっていう。ポインセチア、お、9センチのポットで出荷を目指すっていうものの、12だけど12センチ、要はこの鉢で、これだけ葉っぱが小さくて葉数がこれだけあるってあんまないですよね。でこういう風に作るってピンチ何回もしなきゃいけないとかっていろいろあると思うんですけど、これはワンピンチです、ね、ワンピン、はい、ちょっとあのクロート向けの話ですけど、この詰まり方とかもう伸びちゃうのよ、かなりマニアックな話をしてますが、はい、あの組成のいいものを買うとやっぱり組成よく育つんで、置き場によって品種は変えた方がいいと思います。アンスすごい、いやいやでもすごい、これ1,2,3,4、あのねすごいですね久保さん、この鉢で5本花が上がるってありえないんですけど。コトーフラーさん見てますか？コトーフラーさん、サトシ君見てる？これね、さっきいらっしゃってこれ、あ本当、はい、話してました話してた。これねいいと思います、作ってください、売れますこの鉢の大きさでこの葉数とかすごいですね。6センチ、2.5 寸、2寸、あ2寸だ。いやでもこういう高いものは生産効率ってめちゃくちゃ大事だと思うし、うん、いやでもあのここのねアンスリウム、まあ普通にね皆さんあの黒いのとかは珍しいって思うかもしれないけど、これ黒いから目立たないけど花の本数すごいですよ。じゃ普通に小さい鉢での今提案をしていただいてますし、それも本当にこれからちょっとしたギフトだったりとか部屋に飾るとかちょっとやりたいっていうのっていいと思うんです。でそれはそれでよし、でもそれができるっていうのは花上がりがそもそもいいからっていう品種の特性なんです。だってこの鉢の大きさでさこれだけ上がってるってやっぱすごいよ。輸入して持ってきたのにこんなに、これでしたっけ入れたばっかって言ってたの、輸入した段階でもこの綺麗さすごい。そのやっぱりその梱包しかり何しかりすごいですね。アンス自体が強いっていうのもあると思いますけど、やっぱり努力の賜物ですよね。ということで PW& リュメンオレンジさん、そしてモレルさんを回らさせていただきました、次の会場に行ってみたいと思います。どうぞありがとうございました。ありがとうございます。一緒に産地周りをしていきましょう。はい、はい、あの観葉もやってまして、はい、でまあ、今カラテアですね、こちらに並んでいるのは。カラテア一番特徴的なのはやっぱ葉っぱの模様が、はい、すごく。カラテアといえば葉っぱですね、はい、葉っぱですね、つか模様ですね。寒さどうですか？寒さはちょっと弱いので、うん、まあ、でも一般のご家庭だったら室内であれば問題ないので、15度より下がってもだいたい15度から8度ぐらいあります。おお、意外といけますね。はい、あとまあこちらヘリコニア、ヘリコニア、はい、こうとりわけヘリコニアを鉢でっていう感覚ってあんまないんですけど、やっぱビヨーンって普通に育てると伸びちゃうんですかね。普通に育てるとやっぱどうしても丈が長くなってきたりとか、ヘリコニア好きな人はもうこういうのってね、はい、部屋の中でやってもらったら。最後質問なんですけど、はい、カラテア、まあ、寒さに弱い観葉の一つっていうふうに言われてるんですけど、冬の管理でここだけ気をつけてくれればいいよっていう、例えば1個だけあげるとしたらどんなことですかね。水やりってやっぱ冬でもやっぱ水やり必要なんですけど、温度が下がる夜、うん、夕方に水をあげちゃうと一晩でやっぱりダメになってしまう、うん、必ず水をやるときは気温の上がる朝か昼前ぐらいにあげていただく、うんうん、じゃあ気温がこう上がっているときにあげるものっていうふうに、じゃあ下がり始めたらお水あげるタイミングじゃないよっていうふうに、寒い時期に水をたくさんこの鉢の中で保っちゃうと冷えてくたってなっちゃうっていう。そう、カラテアやっぱり失敗された方もいると思うんで、やっぱね長く楽しんでもらいたいですもんね。そうですね、せっかく綺麗な葉っぱなんで長くこう、すごい綺麗でしょうね。自然の造形美です。どうもありがとうございました。この花色で香りがある。
るのってまあまあないですね。ないです。はい、しかも社長じゃないですか。社長、ありがとうございます。よくいらしてくれました。ウェルカムトゥジャパン。7年ぐらい前に1回挨拶してきて、あ、7年前に多分覚えてないと思うけど、シクラメンといえばモレルさんです。なるほど、モレル、世界のモレルさんです。世界のモレル。おお、え、ここに入ったんですか。懐かしい人いっぱいいますね。いただきます。久保さん、ワルネコ久保さんです。ワルネコ久保さんです。これ可愛いですね。リリベルっていう、リリベル、あ、はい、ファンタジアとビクトリアを掛け合わせてこれができたと、うん、おお。だからこれも他に、うん、他社にはない、はい、新商品、そうですね、OP でもない花形でした。この花形は他にはないです。めっちゃ綺麗です。でこれは、うん、ファンタジアと、はい、フリンジ酒、うん、掛け合わせたもので、センスをイメージして、はい、スペイン語でアバニコね、はい、アバニコですね。アバニコの花を小さくすることができたということですね。そうですね、はい、そうですね。アバニコ出たばっかりの時ってガーデンにはちょっと花大きいかなって感じだったけどね、もうどんどん小さくしてたんですね。そうです。素晴らしい。